北京での訪問検査外国人にも適用 WHO 調査員が武漢を訪れ調査中疑問視される内容イギリス政府が香港人歓迎の動き中共政府が阻止する動き危機感からか習近平の発言「ブラックスワン」灰色の際保釈臣編集長の不倫調査中慈が結果発表 北京をはじめとする中国の一部地域では貿易のために極めて侮辱的な肛門検査を人々に強要しており外国人であっても見逃されません。 韓国メディアワオコリアによると1月初旬飛行機で北京に到着した一人の韓国人男性が隔離のため指定されたホテルに行きましたがその後強制的に訪問検査を受けなければならないという通知を受け取りました検査担当者は全員パンツと下着を脱げと強要したといいます当事者の韓国人は女性と子供も例外ではなく全員がパンツを脱がなければならなかったと述べました 同じホテルに隔離されることになった中国人は、訪問検査に対して特に抵抗しなかったと言います。しかし、通知を受けたこの韓国人は、驚くと同時に怒りが込み上がり、直ちに在中国韓国大使館に助けを求めたと言います。大使館が介入して圧っした後、最終的にパンツを脱ぐという屈辱から免れましたが、 ウイルス検査のために肛門からサンプルを採取する代わりに便のサンプルを提供しなければならなかったといいます同報道によると中共中国共産党の専門家は肛門検査と検便の方がより正確だと主張していますが強制的な肛門検査は人権侵害だと非難されていますしかし中国では往々にして共産党の政策が国民の人権や自由よりも優先されます また世界保健機関 WHO の専門家は最近中国の武漢を訪れて調査を行っています海外メディアによると武漢での WHO の専門家の活動は中共政府によって厳しく管理されておりメディアに接触したり住民と自由に話をしたりすることは許されていないといいます 湖北省武漢視察の2日目となる30日、WHO の専門家チームは武漢市の中京ウイルス患者の指定病院である金銀丹病院に訪れましたが、メディアは同病院に入って撮影することが許されませんでした。その後、専門家チームは武漢の感染症との戦い特別展に訪れるよう手配されましたが、専門家チームの接触対象は中国側が手配した人に限られていました。 スペイン日刊誌 ABC アベセの中北京特派員のディエス氏は動画を含むツイートを投稿し、専門家は離れる時記者に様子を聞かれたが無言で離れていったと言及しました。イギリススカイニュースのアジア特派員であるチェシャー氏は信じられない。私はこの宣伝博物館を見学したことがあるが WHO のチームの博物館の中での時間は完全に無駄だった。 一体なぜ彼らは行くこととに同意したのかツイギリスはイギリス海外市民旅券 BNO を持っている香港人に対して5プラス1計画つまり5年間にわたり就職や就学をすることができるさらに1年滞在すれば市民権を取得できるというイギリス滞在プログラムを打ち出し 1>, 1月31日から申請の受付を開始する計画ですこれに対し受付開始前の29日に中京の外交部が31日から BNO パスポートを旅行書類や身分証明書として認めないと発表したことが世論の注目を集めています香港民主党のラウ元主席は30日大紀元の陳元信吾のインタビューでこう述べました ネット上で BNO に関する議論が白熱しており、移民関連の顧問や弁護士もたくさんの商売をした全国人民代表大会常務委員会の丹楊衆氏の家族もこのビジネスをやっている。オーストラリアへの移住を手伝っていると聞いた。ラウ氏は北京当局は香港人が大量にイギリス移住することを望んでいないと述べました。同氏はこう述べました。 主権以上の際何百人ないし何千人もの人が BNO パスポートを申請するために列を作っていたことを思い出しもし今本当にこれほど多くの人が列を作っていたとしたら中共にとっては大きな恥さらしとなる一つの国家からこれほど多くの人が他の場所に移ろうとしかもこれほど公然と移ろうとしている現実を目にして 北京と特別行政区政府は非常に苦しいに決まっているラウ氏は BNO は香港にいるイギリス国民に対するイギリス政府の道義的義務だと示しました以前イギリス人はイギリス政府には香港人に対して何の責任もないと感じていましたが今は非常に大きく変わっており香港人の状況に非常に注目していると述べましたラウ氏はこう直言しました 中共の香港統治の最大の問題点はそれが香港の意見に耳を傾けないこと一部の人がそれに伝えた意見が耳に入らないことだ民主健康共振連盟を創設した元立法会主席のジャスパー氏はこの香港の問題はつまり土地は取り戻せたが人々の心が取り戻せないということだと述べたことがあります 香港政府が北京の指示に協力して香港人が BNO パスポートを使って香港を出入りできないと発表したことについてラウ氏は香港人の多くは BNO パスポートと特別行政区のパスポートの両方を持っているのであまり問題にならないと述べましたしかし同氏は中共と香港政府に対してこう呼びかけました BNO パスポートを持つ200万人以上の香港人に不便をかけるような他の動きをせず、北京が香港人の選択を尊重するよう期待する。また、北京が次のステップとして、香港人の二重国籍問題に対処するという情報もあります。ラウ氏によると、主権異常後、特別行政区政府が香港人を安心させることができなかったため、 香港人は何かあったときに逃げられるようにあらゆる手を尽くしてさまざまなパスポートを取っておりこれは香港では何十年も前から問題になっていたことですラウ氏は二重国籍に対処することは非常に面倒だと指摘し一般の香港人だけでなく全国人民代表大会の代表や中国人民政治協商会議の委員も皆外国籍を持っており 本当にやるとしたらどれだけ大きな影響を引き起こすか想像もつかずこれはさらに大きな問題となるまた一部の人は中国本土でも多くの交換が皆持っているのでこれは触れられない問題だとも言っていると指摘しましたその中国本土では先日中共の習近平総書記が改めて懸念を表明しました中共中央委員会政治局は1月28日 第14次五カ年計画の重要課題に関する勉強会を開催しました2021年は第14次五カ年計画の幕開けの年であり中国共産党創立100周年の年でもあるので習近平は経済発展の重要性国際情勢による影響を述べた上で「ブラックスワン黒い白鳥」と「灰色の斎」への警戒を呼びかけました 潜んでいる深刻なリスクの金融用語として、ブラックスワンは予測が困難な事象を、灰色の際は意識しながらも放置されがちな事象を指します。習近平は具体的な対象を避けつつも、リスクに対して予測と調整する能力を身につけるよう求めた模様です。習近平がこの話題に触れるのは今回が初めてではなく、 早くも2019年1月、中央党学校のスピーチで言及していました。時事評論家の証言氏は大紀元の取材に対して、習近平の発言が政権維持への危機感によるもので、それにもかかわらず、自らウイルスの感染拡大状況を作り上げ、経済発展が犠牲となる羽目になったと述べました。 少子はまた2021年に入って1ヶ月足らずの間に習近平の党内演説内容が政権維持及び自分の権力維持に集中しているとしブラックスワン灰色の際が確実に現実化し共産党が国内外で窮地に陥っている象徴だと指摘しましたアメリカの新体制が始まり米中関係の見通しが良くない時期に習近平が危機感を覚えるのは理解できるでしょう 近頃、中京のトップは南シナ海で軍事演習を行う必要性を強調し、台湾攻撃を連想させる軍事訓練と準備を強化してきましたが、新しいバイデン政権を試すほか、国内の権力闘争を牽制する目的も考えられます。米中交渉を任せられてきた王岐山氏も29日、沈黙を破り、バイデン政権に相違を認識しつつも協力すべきだと呼びかける一方、 中国外務省報道官の張立健氏も従来の強硬な態度を改め、米中関係は新たな岐路に立っていると話しました。証元氏は目下の状況について、中共が内部に危機感を伝える以外に上層部はほとんど自信がなく無力であることを示しているとし、無理して章を続けているだけだと指摘しました。ブラックスワンや灰色の祭が2021年にどのような姿を表すのか、 まだ気が抜けません中共の海外機関誌環球時報の古着信編集長はこれまで二人の女性部下との不倫や二人の隠し子を持っていると報じられ一度は世間を騒がせたことがありましたが最近中期医は調査結果を発表しました環球時報自身の報道によると1月29日中期医の観察部は社内の中堅幹部会議で 副編集長の男性投資の告発に対して根拠がないとした上で男子に対し規律責任を問うと結論付けたようですまた報道では男子が会議で深い反省をしたとし衝動的な行動を反省し個師及び関係者に謝罪するとしています注目すべきは個編集長の不倫スキャンダルが暴露された後も当局者が情報を遮断せず 続けてネット上で話題にされていることですメディア関係者のシ仁春氏は今回の件を異例であるとしコ氏が内部闘争で排除されているのではないかと推測しましたウ氏はさらに編集長同士の仕事関係上男子の告発には信憑性があり告発が虚偽とされる場合起立責任ではなく有罪とされる可能性があるので男子の後ろには誰かがいるだろうと綴りました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守，需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 Patreon a c k 下次再同大家见面。